シミでお悩みのあなた、年だからと諦めないでください。こんな薬があるんです。私は50代のおっさんですが、長年気になっていた顔のシミ、思い切って皮膚科で相談してみたら、先生が軟膏を処方してくれました。それがハイドロキノン。冷蔵庫保存が必要なのと、使用期限が 1,2 ヶ月と短く、人によっては効果がなかったり炎症を起こす場合もあるなど、リスクもあります。処方にあたっては同意書にサインを求められました。でも期待できそうです。これはその100日間の記録です。これ以上塗っても劇的な変化はないかもしれません。塗る前とはかなり印象が違ってきました。ひとまずこれで良しとします。気になる方は医師にご相談ください。